今日北ガスアリーナ46で開かれたのは北海道未来運動会2023です。このイベントは年齢や性別、障害の有無にかかわらず参加でき、プログラムを通してパラスポーツへの理解を深めるとともに地域で支援の輪を広げてもらおうと道が主催したものです。今日は障害を持った小学生を含め合わせておよそ140人が参加しました。参加者はパラリンピック競技のボッチャや車椅子バスケットボールなど4種目をチーム対抗で楽しんでいます。